立候補に意欲を見せる議員が10人を超えるなど混沌を極めている自民党総裁選9月27日投開票8月19日に小林鷹の前経済安保担当相24日に石破茂元幹事長そして26日には河野太郎デジタル担当相が立候補を表明今後も小泉進次郎元環境相林芳正官房長官 敏充幹事長高市早苗経済安保担当省らの立候補表明が予定されている本格論戦はこれからだが各候補が頭を悩ませるのが自民党派閥パーティーの裏金事件に絡む裏金議員の処遇である小林氏は出馬会見で実態がよくわからない検察当局が調べる中で不起訴処分となった自民党の調査には限界があるなど 裏金事件の解明に消極的と取られる発言をして世論の批判にさらされました。石橋も出馬会見で裏金議員を選挙で公認するかについて公認するにふさわしいかどうか徹底的に議論すべきだと発言した安倍派の猛反発にあい翌日には新体制で決めることだ。まだなっていないものが予断を持って言うべきではないと一気にトーンダウンしました政治担当記者。 裏金事件では39人が党内処分を受けただけにこれらの議員を干すような発言をすれば議員票が集まらず当選がおぼつかないしかしこれらの議員に迎合すると刷新を期待する党員票が入らない裏金議員は非常に厄介な存在になっているそうした中出馬を正式に表明した河野氏の発言が波紋を呼んでいる河野氏は 政治資金収支報告書に不記載があった議員に対して不記載額と同額を国庫に返納してもらうことでけじめとして前に進んでいきたいと発言し返納が衆院選挙での公認の条件としたのだ国会議員による国庫納付は寄付行為に当たるため公職選挙法で禁止されてきましたしかし6月に改正された政治資金規制法で収支報告書に 不記記載虚偽記入の不備ががあれば国庫に納付ででききる特例ができたため可能だ、とは思いますただ茂木と清水幹事長は27日の記者会見で過去に訴求することはなかなか難しいと答えていたので実現は難しいと思いますそもそも裏金が世間に発覚した段階で処罰を受けるべきなのに返納をもってチャラにするという意図が 河野氏の発言から読み取れます。これでは、旧体依然とした、裏金体質からの脱却からはほど遠いでしょうね、当然。X でも、同様に河野氏の返納して、けじめをつけるの発想に批判が続出している。以下は視聴者からのコメントで、金を返せば、済むという問題ではありません。本当に、けじめというのであれば、 罰金という意味も含めて、最低3倍、できれば10倍の金額を国庫に返納してほしいと思います。違法なことをすれば、再起付のとは言いませんが、大きなダメージを受けるということを身をもって経験してもらえば、今後の抑止力になると思います。一般人で同様地味た案件であれば、税務署からの低退扱いを受けます。 議員だかかららら許されれるようななな特権権的な扱いいは、有権者からは有者理解得られないです。投票に行ったことない人政治に意見する最大の機会ですから次回の選挙投票しましょう最悪白票投票もやむなし信頼を受ける方がいなければ仕方ないですが投票をするかしないかが大事です裏金議員のけじめとは返金はもちろん追加徴収そして 議員辞職ですそして国会は立法府です今後裏金問題などがあった場合罰する法律を作るべきですそれが与党第一政党の党首総理大臣の資質ではないでしょうか裏金問題を起こした議員自身も自ら議員辞職をすべきですそれが国会議員以前に社会人として人としてのけじめです さすすが自民党様ですね。投票しない有権者のために低姿勢になる必要なんかないと思ってるんだろうしそんな隙を与えたのは有権者の責任自民党はどんなに腐っても投票率が5割未満の選挙で負けるはずはないという前提地方選で負けているが政権を失うようなことはありえないと踏んでいるきっとその通り 立憲が野田氏を出してくるという全時代的な行動しか取れないし都知事選を見れば投票する有権者の理性を疑う内容になりいつも通りの固定票で勝てると踏んでいる政治家に文句を言うならまずは選挙権を持つ選挙においてちゃんと意思表示をしてからだ前回の総裁選では首相候補にまで踊り出た河野だったがその後のデジタル賞就任後のマイナ導入に対する 独的的強権的な手法ににより国民の支持は一気に急降下した感があるそれ以前にも彼の強引極まりない姿勢はたびたび物議を醸し人々の反感を煽ってきた一面もあるが当初から国民のコンセンサスなど得ようはずもないマイナ導入の担当大臣として彼を起用した岸田の,功のつぶしの思惑は見事に達成された感がある。 しかしその岸田が退陣するとなっては何のこっちゃと言わざる応援。